文部科学副大臣として、僕はまず一番初めに着手させていただいたのは教育の無償化プロジェクトチーム、今まで、もらえる奨学金、給付型の奨学金といいます低所得の方だけだったんですけれども、これを、要件はありますが中所得の方まで拡充をするということを4月スタートでやることができました。今撮ってるのは2024年9月ですけれども、この今現在文部科学副大臣をやらせていただいております。副大臣ですから、大臣のサポートをする、そんな役職ですけれども、文部科学といって要は教育とか、またいわゆる科学技術イノベーション、新しいですね、テクノロジーみたいなのもそうですけれども、その部分、また、文化スポーツ、そういったところを担当する、文部科学省でありますけど、そこの大臣のサポをやっています。文部科学副大臣として、僕はまず一番初めに着手をさせていただいたのは教育の無償化プロジェクトチームを作ろうということで、そもそも2023年に就任をさせていただいたわけでありますけれども、子どもたちをまさに子育てをする、そして教育をまさに進めていく、そんな、若いというか、親世代のですね、やはり、同世代として同級生からもいろんなことをずっと今までも聞いてきましたし、教育の無償化徹底して進めていきたい、そういう思いで、これまでも実はずっと活動もしてきたものですから、そんなことで活動させていただきました。で、教育の無償化プロジェクトの一つの大きな成果としては、2024年の4月からでありますけれども、つまりプロジェクトチームの半年後ぐらいでありますが、今まで、もらえる奨学金、給付型の奨学金といいます。奨学金というと返済しなくちゃいけないイメージがあるかもしれませんが、もらえる奨学金というのが実はありまして、これただ問題は低所得の方だけだったんですけれども、これを要件はありますが、中所得の方まで拡充をするということを4月スタートでやることができました。また児童手当の大幅な拡充とかもいろいろやったりしております。新年度が始まるその前の年の年末ぐらいにですね、次の4月からのことっていうのは決まるものですから、それまでなかなか決まらないんですが、多くの方のご理解が進んで2025年4月からやっていきましょうということを決めたこととして、多子世帯、これは子供が3人以上扶養でいらっしゃるということなんですけれども、多子世帯の大学また専門学校等々の無償化であります。こういったことを通して教育の無償化をどんどんと進めて、どんなご家庭で育ったとしてもですね、子どもたちが教育をしっかりと受けられる、受けやすい環境を作らせていただくという仕事を一生懸命やらせていただきました。で、実はこの教育の無償化への思いって僕はずっと実はありまして、というのも僕は高校時代に初めて政策に関わることになったのは実は教育政策でありました。実は僕の友人というか先輩がですね、僕が15歳ぐらいの時にですね、お父さんリストラに遭ってしまって学校を辞めなくちゃいけない、学校にこのまま通い続けられない、そういう状況になってしまったこともありました。その時なんでこんなことが起きるんだ、非常に問題意識を僕も感じまして、僕は愛知県なので、愛知県の高校とかですね、生徒会、ネットワークみたいなのもあるもんですから、そういったところのみんなとも相談をして、じゃあ募金活動をみんな、例えば学校終わって夕方ですね、ターミナル駅って言いますけれども、大きな駅の周りで、例えば私の地元の愛知県で言えば豊川駅とか蒲郡駅もありますし、もっと大きい駅では豊橋駅、岡崎駅、花山駅や名古屋駅や千種駅、いろんな駅でですね、街頭募金もお願いをさせていただきました。もう仲間たち500人ぐらいとですね、もう毎日のように夕方とか、朝やった時もあったと思いますけれども、やったり、そして結果半年間で3000万円もの募金を頂戴することができて、奨学金で出していく、こういったこともやらせていただくこともありました。ただその時からですね、実は奨学金は我が国では
給付型、もらえる奨学金、返さなくていい奨学金ではなくってですね、やっぱり奨学金返済地獄みたいな言葉を聞く方も多いと思いますが、奨学金もらう人多いんですけど、そうやって返さなくちゃいけないんで、働き出してからもう生活が成り立たないよ、もうとてもじゃないけど結婚とか考えられないよ、そんな人もたくさんいらっしゃるものですから、これもらえる奨学金は非常に大事だという思いでおりました。ただその15歳ではなかなかそれは実現はできなくて、結局実現できたのは僕が国会議員になってどうですかね、5年目ぐらいか4年目か5年目ぐらいになりましたけれども、まあ給付型奨学金というのを創設をまあすることができました。まあ、その時にまあ当然結構な予算もかかるので、まあ予算用を担当している財務省さんとは議論をさせていただきまして、非常にですね信頼関係にもなり、またある意味僕も財務省にとっては嫌なことを言うこともあります。そういった時も本当にですね、意見はぶつかって議論はガンガンするけれども、人間としてはですねしっかりとこう議論の場には立とう、そういう意識をですねやっぱりお互いに持たせていただけたんじゃないかな、こんなことも勝手ながら思っている、そんな思いであります。ご視聴どうもありがとうございました。これからも新しい技術やテクノロジー、産業、経済、社会について教えて今枝先生シリーズでもしっかりとお伝えをしていきたいと思います。ぜひとも皆様、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。